大体60秒で中国の話題。分かった気になっちゃいな。年明け最初の節気、小寒がやってきました。嬉しそうに言ってるけど、1年で一番寒い時期だよ。そうだけど、いいこともあるよ。冬の風物詩、梅の花が咲くんだから。それはそうだね。小寒に入ると梅の花が中国の南から北にかけて開花していくんだよね。では中国の梅の名所をご紹介しましょう。1月上旬から鑑賞できるのは広東省広州市、四川省成都市、雲南省昆明市、そして江蘇省無锡市。1月末から鑑賞できるのは浙江省杭州市、江蘇省蘇州市と南京市、そして湖北省武漢市。ちなみにここ北京の梅の花は2月下旬から3月にかけてが見頃です。それから中国の梅の美しさは絵を通じて鑑賞するのもおすすめですよ。中国には梅を描いた名作絵画がいくつもあります。梅の花は真っ白な冬の世界に希望と喜びを添えてくれる存在ですからね。これらの作品は小寒の時期にこそ鑑賞してほしいですね。一剪寒梅傲立雪中。おお、乗ってきた。今日はここまで。再见。